職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。6番のプレイヤーが発言します。Cさん、チャラメンさん、ありがとう。はい、お願いいたします。そうですね。まあ大事なことって基本的にどこかを怪しんでるときに、それを村に伝えるときに、様子をちゃんと取れて言えてるかってことだと思うんですね。だから誰かから誰かに、その人外視が向いてるときに、その内容を聞いたときに、あ、納得いくなっていうものもあれば、納得いかないな、その釣りをし方、例えば変だなとか、その人外視する思考変だなっていうようなことになると思うから、内容を重視して発言をしてほしいと思ってます。白い黒い言うときにね。うん、それが、まあ、僕が一番大事だと思ってることです。てかそれをみんなにしてほしいっていう感じです。はい。そんな感じです。よろしくお願いします。7番のプレイヤーが発言します。僕はね、6番さんと違いますね。内容はどうでもいいと思ってます。1周目だけね。1周目だけよ、これは。だって1周目って触れるだけでしょ、前の人に。これ内容なんてどうでもいいと思ってるよ。その人が人外を探す姿勢があるかどうか、それが一番あの、なんだろう、白黒をつける判断基準だと思ってる。これって結構当たるんだよね。だって狼ってさ、狼探さないじゃん。だからその姿勢を見る絶好の機会じゃん、一周目って。まあそこの意見が違うっていうだけなんだけど、別に6番さんは黒くはなかった。はい。でも白くもない。2周目です。俺は鈍進行を提唱しますね。6番さんのとこで95。よろしくお願いします。はい、8番さんどうぞ。8番のプレイヤーが発言します。ああ、狼を探してるかどうかって、なんか何で測るのかなって思いました。なんか、それって内容じゃなくて。じゃあ僕7番釣ります。なんか狼っぽいんで。内容は必要ないと思うんで、7番が臭いから釣りますって通るんだったら、まあじゃあ俺のことが正しく見えると思うんですけど、まあ、何をもって狼かって測る必要があるから、まあ内容って必要じゃないと僕は思いましたけどね。なんか1周目からずっとだけど、この人のこの発言のここが変だとか、そういう発言をしてるから狼を探してるんじゃないかっていう内容が必要だと思うわ。だから7番を釣ります。はい。内容は特にありません。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ8番さんがその7番さんの、ね、発言取って、そういう風に8番さんが7番さんを釣り寄すんだったら、まあ8番さんのローンは取ってるかなって思ってるんで、別に8番さんは怪しくないですね。その7番さんの釣り寄し方が雑だとかそういう風に思わないし、7番さん自身だことだと思ってるんで、まあ、8番さんにいいように伝われてるような気がしますね、僕は。ね、ただ僕は6番さんちょっと怪しめで見てますね。なんか6番さんちょっとテンション低かったかなって正直感じちゃったかな。なんか喋り方っつうか口調っつうかさ、これあのもう発言内容とかじゃないんだけど、ちょっとなんか暗い感じしたから、なんか人外でも聞いたかなって正直ちょっと思っちゃった。頭によぎったんで、6番さんはちょっと黒く見えてるのがあります、僕は。はい、なんで僕は6番さん怪しめで見ていこうと思ってます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。ね、自分は6番さん7番さんをちょっと2周目のグレーコンサート聞かないと分かんない位置で、まだ怪しい要素って拾えなかったで、白い要素も拾えたわけじゃないから、8番さんと9番さんがお互い違うとこを怪しんでるのは視点が合わないんだけど、逆に狼だったらあんまりそこまで叩かないと思うよね。無難にあの、わかりません、2周目聞いてっていうのが無難だと思うんで、あんまり8と9にも狼そうにないから、俺2番さん以降にちょっと2浪ぐらいいるんじゃないかなと思ってんだよね。だから2番さん以降の人に発言聞いて、ちょっと結構怪しい人がいたら2周目釣り寄そうかなと思う。現状自分は6番さん7番さんは様子見たくて、あんまり8、9に人狼がいそうにはないなっていう自分の考察です。2番のプレイヤーが発言します。
はい。まあなんかね、1番さんがとりあえずめちゃめちゃ濁るかなっていう感じなんですよね。まあ1番が人狼であっても、なんかこの6、7、8、9っていう、まあ6番、7番白いけど、8番、9番に狼が1がいるっていうかと思いきや、なんかここまで釣りをすごい8番、9番白くないんだよねって、まあ周りくどくこの後ろに向けるっていう声が、まあどっちなのかなって思ってるけど、まあなんか最初聞いたとき、まあ7番が、まあ、狼っぽくはないかなって思ってて、まあ、7番の進行って基本的にはなんか自ひ分ながさ議論ん、ゆっ姿勢たりでが評価すとう。るって、まあ、違和感ないよね。それでなんかその姿勢を見せてるっていうところで、なんか8番がじゃあ俺は内容ないけど7チーフ番人さん、あ外っりぽいがから釣とう。りたいっていう、なんかそれひねくれてんのがどうなのかなって思ったから、なんか9番がそこ白評価するのも若干おかしいなって思ったんで、まあ、9番か。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。よろしくお願いします。まあ、6番さんに関しては、まあ、様子を落とさないんで、2周目しっかり聞きたいかなっていう感じで、7番さんが、僕は怪しいかな。理由としては、まあ、内容はどうでもよくて、人狼を探す意欲を見せるっていうけど、むちゃくちゃすぎるんじゃないかなと思って、その、周りの人が何を言ってるかにもよると思うんですよね。めちゃくちゃ大きな、怪しい要素、怪しくない要素があるんだとしたら、7番さんの論多分通らないと思うんですよね。本当に全員要素を落とさなくて、本当にごくわずかな差でしか評価できないときに、人狼を探してる意欲っていうのがプラスに働くっていうならわかるけど、そういう説明がないので、7番さんはちょっと怪しいなと思ってる。だからそこを釣りたいっていう8番さんは、まあ印象としては冷たいけど、言ってることは妥当だと思いますよ。だからそこを、まあ、8は論が通ってるって言ってる9番もいいし、1番がね、かなり自分の HP を下げてる行為も見えるんで、ちょっと。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。そうですね、6番さんに関しては、あんまり記憶に残ってないというか、まあ、内容重視的なことを言ってて。で、7番さん早速6をつついて、1周目は単体正座だと。で、8番さんは7おかしいじゃないかって言うけど、7の言ってることの何がおかしいのかなって俺は思ったけどね。そりゃ1周目は単体正座じゃないの。役が出るか出ないかもわからないし、同進行になるかどうかもわからないんだから、7を叩くのはなんかは変な感じがするなっていう感じはしたかな。で、9番さん何言ってたっけ？ 8 番さんはいいみたいなことか。で、6が怪しいって言ってた。あ、もう時間ねえわ。以上。5番のプレイヤーが発言します。あ、はい、こんばんお願いします。気になる1だけ言いますね。2、時点で4、その次に3、少なくとも6っていう人物は基本は2周目なんですけど、まあみんなにちゃんと納得のいあ、く湯精査をして沢ほさんしいっゆったから、りまあだ理由が欲と。しいのかなと思うから、まあ結構なんかどの目線で喋ってんのかなと思うんだけど、まあいいんじゃないですか。そこに書いて9番さんという人物が6番さんのことをテンション低いって結構雑なぐりにも感じてるから、そこに書いて若干1番が一番色わからないなと思って。7番の発言っていうのが、人外を探してない人物が一番なんだろう、怪しいって言うんだけど、じゃあどういったふうに探すのっていう、8は別に7に触れてた段階で、その論は通ってるかなって思ってます。そこに関して若干2番っていう人物が若干7番を弾いて、若干8、9に視点持ってくるのも雑だけど、ただ3っていう人物も若干7にして、なんで2番に視点いかないのかなって疑問だし、4っていう人物が7が真っ当であれば、若干そこに関して、じゃあ、そこに関して、じゃあ6、9はどう思ったのって思ってます。8、9白い、6は2周目、知りたいのは2、3、4、2、時点4。6番のプレイヤーが発言します。はい、95でいきますか、じゃあ、6、5。はい、21ね。ちょっと待ってね。1番が3白、占い6白。ああ。はい、キーポイントっていうか、8番が7番に言ってることって、だから8番が7番が内容いらなくて、姿勢で狼を探そうとしている姿勢を評価するんであれば、8番が7番を釣り押す行為自体が狼を探す行為になるだろうから、8番は7番をじゃあ釣り押すよって言ったのか、
それともその7番の内容をいらないけど姿勢を取ってっていう、それが間違ってるから7を釣りをしたのか。要するに言いたいことって、そうそこなんですよ。あ、騎士ね、 OKOK、OK OK、ってなった時に、じゃあ4番にアンサーしておくんだったら、僕がね、じゃあ8番の7叩きが上げ足を取ってるのか、ちゃんと精査をした上で7番のやっぱり内容がいらないっていうのはおかしいって言って釣りをしてるかっていうのを聞かなきゃいけないところだと思ってるわけ、僕はね。どうしよっか。個人的には、あ、岸さんに任せるか。まあ、ランテージは任せるよ、8番さんに。いや、ランテージとか、なんでそれ必要があるのかな。そうね。僕はあんまりランテージこの位置ではできないから。初週で怪しいと思ったのは、僕ね、4号なんですよ。理由はちょっと割愛します。7番のプレイヤーが発言します。理由は割愛したらダメですよ。そこの理由が大切です。なんで言わないんですか ?6 番さん。今日あぐらかいてませんか、白打たれて。俺ね、3番が釣りたかった。だって3番って言ってることって、結局に。あ、ごめん。俺が箱漏れ、ごめんね。ごめんね、ごめんね。まあ、それでも言ってほしかったな、俺は。霊能の視点から。言ってほしかった。3番を釣りたかったんだけど、3番って、なんで2番に視点が向かないの？ってな、まあ、分かってる、分かってる。それは分かってる。だから怪しんでるの。なんで視点が向かないんですかね？だって1番、7番がおかしいと思ってるんでしょ？で、それ2番は7番のことおかしくないって言ってるんだよ。全然違うのに2番になんで触れないのかなと思ってました。はい。なんで俺1番さん偽だと思ってます。はい。かな、俺本当は3番行きたいんだけど、票が集まらないから、時点で俺9番かな。8番の乗っかりしかしてないから。で、8番は別にいいよ、俺に入れても。ただ、8番騎士で村を負けに導くだけになるよ。村だから。人なら損するだけだよ。よく考えて投票してね。はい、別に理由は、何、どうでもいいけど。はい、よろしくお願いします。9番に投票します。8番のプレイヤーが発言します。ピンさんありがとう。まあまあ、俺が間違える可能性あるけど、アナモさん間違えさせないように考察してほしいと思ってて、まあ、そもそもドア頭で6番に理由言えってないねんって思ったわ、普通に。いらんかったんちゃうんかいって思った、俺は普通に。7番がね。どうでもいいんすよ。狼を探す姿勢なんすよって言ったから何いいんかなと思ったら、いや6番さんその理由必要ですよって何言ってんこいつ思ったから、やっぱじゃあこの方ね、俺は4か7どっちかでいいと思ってんすよ。まあ今んとこね、わかんないよ、5番とか9番とか、まあ3番は釣れないにしても人外がいる可能性あるんですが、1,2 のどっちかと 1,2 に人外マークをつけてて、僕はだからまあどっちかが人外っていうのはあったんですけど、1番はね、なんか2から5に人狼いるって考察したんだけど、8と9じゃないですか、狼っぽくない要素を拾ってるのって。6と7って2周目したから、1番から見た視点で2から5に人狼なんないんですよ。6か7に狼がいる可能性もあって、1周目の8か9は1周目現状下では白評価なんだけど、6と7の色が取れてない以上、なんか2から5に人狼って表現の相方が違和感で、2番はそこ度外視して、なんか7番が白理論も何も取ってないし、釣り値9なんやと思ったから、まあ、1、2どっちか、どっちかでもどっちも陣が回ると思ったけど、まあ、どっちかでしたね。で、4は、なんか7番に対して8番がなんか言ってるのが、何がおかしいって言うけど、4番さんも結構単体説だと思ってるんでしょ。7番って、なんか、なんだっけ、なんかがいらないって言ったら、要素か。要素は必要ないみたいなこと言ってたんですよ。まあ、4か7で僕はいいと思います。今んとこね。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。4番さんに行こうと思ったんですけど、7番さんでいいかなってちょっと思っちゃいましたね。7番さん視点で9番を釣り寄す理由が8番に乗っかっただけだったって言ってましたよね。これは後で2番さんにも言いますけども、7番さん、僕、6番さんがフィーリングですけども、声のテンションが低くて、結構狼、人外目あるんじゃないかっていう精査を落としました。
別に8番さんに乗っかってるだけではなかったです。で、なおかつ8番が7番を釣りをしているのは、別にロンが取ってるからいいんじゃないかっていう精査を落としました。別に白評価してません、8番さんね。だから2番さんっていうのが9番が8番を白評価しているっていう点が違和感でしかなかった。本当に違和感でしかなかった。だから現状下では1番さんが死に2番さんが偽かなっていうふうに見えてます。はい。で、だから、なおかつ7番さんが1番偽だって言ってんだったら7番さんとしていいかなっていうふうに思っているかな。で、5番さんにはちょっと縄届かないかなっていうふうに思ってて、4番さんはまあ2周目聞いて、4番さんの方が黒かったら4番さんに投票変えるけども、現状下で7番さんでいいかなっていうふうに思ってます。ただ2番さんが死んだったら3番さんには必ず占ってほしいかなっていうふうに思ってて、3番さんでちょっと引っかかった点っていうのが、3番さん視点で、8、9を、まあ、白いっていうね、印象がいいっていう評価を落とすんであれば、2番さんっていうところ、2番さんが、2番さんまで評価を落とすべきよ。2番っていうのは9番が怪しい位置っていうふうに言ったんだから3番さん視点で9番が白く見えてるんだったら2番さんって必ず視点が合わない人物になるから3番さん視点で2番さんってどういう人物どういうふうに見えたのかっていうのを言わなきゃいけなかったそこが足りてない3番さんはだから3番さん気になっていたっていうのはありますが7番さんでいいと思ってる今は、はい、1番のプレイヤーが発言しましたああいいと思うもう騎士出たからライン戦しようよライン戦ライン戦っていうのは占いどっち死んで見てるかのライン戦ね。7番1のこと2戦目で見てるんだよね。7番さんって3のロー追ってるんだから3、1ロー、6か1、9の3ロー追ってるんで7番は1、2戦ね。9番は逆で1の真を追ってる人物。だから4番さんと5番さんは発言でちゃんと残してほしい。で、もう8番さんは占い精査がかなり分かれた時は絶対1超えしてよ。8番さんは。まあ、6番さん、俺は7番さん2周目の位置、8番と9番が人狼行った時ってあんまり釣り寄さないのね。その位置で。だから後半に色いるんじゃないかって圧かけて、やっぱ最初に2番さんが叩いてきたよね。2番さんって1。正直ね、7番さんが俺のこと2戦目で思わなかったらあんまり釣りたくなかったよ。それより4番さんの方があんまり考察伸びてなかったから、俺4釣り5占いしたかったのね。5番さんが真っ先に2を怪しんだのってライン切りってちょっとあるから5番って結構初日は釣り位置じゃないけど占い位置で取っときたかった4番さんは初日ちょっと考察伸びなさそうなんで釣りたい位置だったから4釣り5占いしたかったけど2番さんがもう確実に3クロ打つと思うのよ多分もう騎士出てるからそうなった時7番さんって多分3行くでしょ狼じゃなかった なかったらねなんで俺は7番さんが俺のこと2戦目で見てる以上現状釣りたい。で4番さんと5番さん占い精査してね。頼む、ライン戦しよう。現状は7番さんに行く予定ね。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、7番釣りたい人は、どういう狼構成で見てるか上げて7番に投票するかを、まあ、俺の発言を聞いて考えてほしいっていう感じなのね。まあ、俺が人外だった場合って7番の白を、まあ、これ6番白は俺は持ってたからだけど俺が人外の場合って、まあ、6番に白の方を使ってまず感じね9番8番っていう7番への視点が向いているところがあるのにで、まあ、なんて言うんだろうね、まあ、要するにラインを作ってるで1番は、まあ、1番7番見えないから、まあ、結論7番を釣りたくないんだけど、まあ、1番が結構7番をまあ、釣りたかったけど、まあ、2攻めに見るからっていう置いた理由で、まあ、釣りをしたこの7番1番のやり取りが俺は見えてない。で、まあ、シンプルに、まあ、3番は怪しかったなって思うから、まあ、3番でね、これ1番強で3番人狼とかで囲えてた場合って、まあ、7番って、まあ、結構いい視点持ってるというか、まあ、結構ムラリに働くと思うんだよね。まあ、3番がまあ、怪しかった理由って、なんか、例えば、あのね、2番に向けてないとかっていう、まあ、誰かが言ってたけど、まあ、多分その通りだと思う。俺が7番とかのことを白評価してるわけだから、まあ、3番が人間だった場合、まず2番とかの方に視点向くのかなって思うのもあるし、まあ、基本的には、9番とかって8番のこと、なんか、まあ、OK、なんか、何も色つけてない人なんだよね。だから、そこに3番が全部供養したんだよ。8番9番分かるで、まあ、1番も分かるって言ってだったら場合オオカミ1が先に出ると思うので、まあ、普通に3番のプロありそうなの3番のプレイヤーが釣り1はなはい2周目お願いします今の2番さんの発言機で2の芯切りましたはいまず私に対して2番に触れるべきだっていう意見を落としたのが多分5番が最初で、で7、9、2っていうふうに言ってきたと思うんだけれども
それ以上に7番に対して、精査を加えたいというふうに1周目で思っていて、暴論すぎるんですよね。別にどんな発言してもいい。人狼を探してるパッション、いやの意欲が大事だっていうふうに言ってるのが、人狼を探してるように見えなかったんで、そこに時間を使った結果、2番に触れる時間がなくなっただけであって、怪しい要素を自分で落としておいて、2番に触れなかったから3が怪しいですっていうふうに言ってる、そこがちょっと怪しいかなと思ってます。だからそこを続いてきた2番さん、もう3に来るって準備してると思うんで、多分2が偽です。2が偽で間違いないと思います。で、そこで2が何者かっていうなんだけど、2が7と非常に濃厚なラインをつなぎにいってると思うんですよね。2、7ローローだったら結構露骨かなっていうふうに言ってるんで、まあ2がローで7が人外だとして強人だし、まあどちらかというと2が強で7ローかなっていうふうに言って、今日は7番さんに投票したいなと思ってる。で、7番とのラインに関しては、まあ5がまあ2を怪しんで、まあ4、で最後に3っていうふうに言ったんで、まあ3を黒塗りすぎ準備してるかもしれないけど、まあ7と9で、やってる可能性はあるのかなと思う。9は7釣りたいって言ってたけどね、そこはライン切れの可能性も十分あると思うんで、多分僕は7からつながると思いますよ。だと思います。自分で落ち度作って私に求めるのは違う。4番のプレイヤーが発言します。3番さんの言ってることは半分分かって半分と思ったんだけれど、まず2番さんが言ってたのは、2番さんと、まあ1番さんも言ってたのか、1番さんから始まって、そのもうライン精査だと、ラインを考えようよっていう話が1番さんから出て、で2番さんも3番さんもあんまりそういう発言出なかったんですよね。っていうのは、今日占い精査での時間ではないっていうのと同時に、それを精査したところで、もしかしてこいつかも、もしかしてこいつかもっていうのを、果たしてどれだけ有力な情報でつかめるかっていうのが、6番さんも8番さんもわからないと思うんですよ。僕なんて結構ヘイト向かってますけれど、今の失礼、3番さん、5番さん、7番さん、9番さんも含めて、ラインを精査しろって言われると難しいんだけど、少なくとも占いで言うと、それをまず最初に発言した1番さんの方が真に見える。2番さんの相方は、誰だろうね。7番さんじゃない？5番のプレイヤーが発言します。4番の言う2番の相方が7番であれば、そこに関しては3の論が合ってるんじゃないですか。少なくともこれ盤面変わって6番霊能で、僕はね6番はね役が人外って言ってるんですよ。だってみんなに精査してほしいって言った段階で、少なくとも6霊能で4号に視点が向いてる段階で、7っていう人物はまず片白に触れて、そこに関して急に9に持っていってるんですよね。そんなに7番3視点ってのはそこまで占い精査ついたのかなと思ってる。だから7番強人名があるのかなと思った。占いを引いたそうにしてる人物、9っていう人物は5番さんはこの盤面だったら釣れないよって言ったら、9番がローだったらこの後どうやって勝つのかなと思ってる。僕7強人かなと思ったんですよ。6っていう人物が4号にして向いてる中で、7っていう人物が9にして持っていってるのかなと思ってる。1に関しては全然あの盤面でじゃあ俺のライン切りを追ってもらってもいいんですけど、そこに関してじゃあこの発言聞いてどういう占いを見るのかなと思った。2に関しては若干じゃあそこに関してじゃあ3がさ、そこに関して2に視点を向けないのって言った人物は僕ですよって思いました。少なくとも僕は1日目の1周目で2と4で最後に3っていう人物を挙げてるんですよ。じゃあ2番さん真の占い師であれば、1号ラインはもうゴリゴリ見ませんかと思いました。少なくとも1日目の1周目で2っていう人物は7番さんの強化をして若干8にヘイトを向けてる人物、4に関しても若干7を評価してる人物だから、単純に2、4ローローだったら7の色付けしてるのかなって現状思ってます。だから3番さんの発言はちょっと欲しかったかなと思うんだけど、4ロー7強かなと思ってます。まあ4-7の欄になるんじゃない、4に行こうかなと思ってます。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠がある？私はただの石、私は
どうだこれ。4番のプレイヤーが発言します。直近のご飯さんに言っておくと、僕は占い師精査を無理やりした上で、その中でグレーから誰だったらっていうので言っただけなんですけれど、ご理解いただけますかね、ご飯さん。これで僕釣られても何の意味もないし、結局6番さんの結果で僕が出るわけですから、あまりそういうことに時間をかけてほしくなかったな。5番さんが村人側だと信じて言いますけれど、ちょっとおかしくなりましたよ。僕最初7番さんのことは1周目は単体してさ、まあそりゃそうだって思いましたよ。ただそこから考えが変わったっていうのを。7番のプレイヤーが発言します。ね、今日もう4番さんの4番さんにヘイト向けるのはやめます。もういいです。とりあえず僕が釣られても今日いいって宣言しておきますね。3番さんの人狼要素があります。3番って7番と9番でしょ、人狼が。で、2番狂人って言ってるんでしょ。で、9番は7番に投票してるんだよね。で、7番は、9番は村だって分かったから、3番のその発言によって、確実に俺黒だと思ったから、3番が。だから俺4番に変えました。3番に投票しても3番釣れませんよね、今日。で、狂人どこかなと思ったら4番がふさわしいと思ったんで、4番は最後に、どこかな、7番かなって。なんで7番なんですか、4番さん。理由全くない、ゼロ。はい、今日は4番釣ってください。あ、俺釣られても構わないよ。全プレイヤーその疑いにはどんな、ニゴロロ7強やるな。5番が臭すぎる。5番って2の黒知ってるやろ。3番が2怪しまるのもおかしいって、仲間だからやろ。やっぱ5だ。あ、9番も4いったんか。9番も怪しくなったけどね。7番の遺言を発表してください。はい、いいです。で、俺の色見てもらって、多分明日3番黒出ます。はい。2番さん、3番さんを占ってくれると思うんで。3番って言ってることおかしいよね。だって7級で見てるんだよ。で、9番は俺に入れてるんだろう、どうせ。あれなんで入れなかったのわかんない。わかんないけど。まあいいや。まあそこは、なんか決戦は変えたみたいね。なんか知らんけど、人間だと思ったのかな。4番のが怪しいと思ってくれたのかな。まあいいや、まあいい。まあ俺がこう今日死んだことで、明日まあ精査が進んでくれたらいいかなと思ってます。はい。まあ多分4番は絶対人外だよね。なんで今日俺が釣られたかなと思ってます。まあ釣られていい派発言したからかな。あと言っとかなきゃいかんことは、多分ね、1番さん偽だよこれ。いや、あのね、1番さんに別に特段なんかあったわけじゃない。ただ3番が黒すぎる。1番さんって言ってることも普通だし、あの白先があんなに黒くならなければ1番さんの方が真かなってちょっと思ってたけど、3番が黒すぎたんで。多分ね、3番はね、俺の白結果が出たら明日9にヘイト持ってくるはずだから。あ、見てて。9番さん、7番と9番で順路って言われてますよ。9番さん村でしょ、多分投票変えてくれてるんで。はい、以上。夜が更けました。人の占い師の方は、私はただ、俺噛まれるやろ、多分。俺噛みくるんじゃね。7、1のこと偽って言ってるの釣られてるから、そういうとこ俺噛んでくると思う。占
放った対象は人狼では。マジで後城かよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。89番のプレイヤーが発言します。はい、7番さん白ね、把握しました。1番さん視点、5番さんが白で、2番さんが3黒ね、2番さんが3黒、把握。ってことは、1番さん視点の狼道は4。14。なるほど。あ、違う。7番さん白でしょ。で、2番さんが13ローローか。13ローローなのか。が、1番強靭の、相方が4級どっかにいるみたいな感じなのかな。か、5か。ははは。ちょっと1番さんに聞きたいんですけど、なんで5番さんに投票したんですか？だって、あの5番さんって占い審議に関してはそこまではっきり言わなかったけど、7番さんっていうのは明らかに1番がニスだっていうふうに言ったから、1番さん視点で投票するのって7番さんじゃないかなっていうふうに思ってて、一発目ね、一発目。だって7番さんって1番の審問を切るぐらいで言ってて、3番が絶対黒だって言ってるんだから、1番視点でなんで7に行かなかったんだろうって思ったかな。そこが1番さんの不可解な投票。で、2番さんに関しては3番投票っていうのは、まあ、なんだろう、2番さん視点で、あ、チョコピース、相方が、あ、47にいないよっていうのを言いたいのかな。だから、2番さん視点で3番に来たってことか。うん。あ、どうだろう。俺、村なんだ。で、2番さんが4番さんを助ける投票をしないから、2番さん視点での狼道っていうのがあんまり24には見えないから、13かなこれっていう風に見えてます、僕は今ね。はい、1番のプレイヤーが発言します。5番さん投票した理由って、まず4番さんはちょっと頑張ってたよ。すり寄りもあるけど1の方が真だってしっかり言ってくれた人物で、5番さんは7強の4ローだって言って4釣ろうとしたじゃん。4番さんって1の芯を追ってくれてる人物を釣ろうとするのって2とつながりがあるじゃん。でね、俺は初日の1周目に5番2、5ロールは少なからず追ってた。その理由って5番さんが2のロジックの考察を1周目からしてたのよ。なんで3番さんに2番さんを怪しまないのか、なんか指摘しないのかって言ってるのが2、5のラインに見えたのよ。だから俺は4釣り5占いをしたかった。ただ7が3が黒い、1が偽だって言ってる以上釣らないといけないから、とりあえず5が釣れる可能性もあったから5投票した。で、俺やっぱ9だと思うよ。9番さんっておかしくね。7番さんって俺のこと偽軸、4番1真軸、あの決戦で9番なんで4に入れたの？ 4 番さんが俺のこと真で見てるからでしょ。2級でしょ。で、一周目すり寄って俺の占い値避けたんでしょ、9番さん。まあ、4番のローもあるけどね、決戦で2が7入れてるから。まあ、ちょっと5番さんはね、ちょっと黒かったよ、正直。もう今日は確実に2つってね。もう騎士が出たからこうやって黒打ってくるんだよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ俺は信じないだから3番を黒を見てますね。まあなんか俺は1番強靭の可能性もあるのかなって、なんかこの結果と、まあなんか7番投票できてなかった部分からあるのかなって思うんですけど、まあ1番が人狼だった場合ってもう6の白結果から7の白は見えてたわけだから、なんか何ら7番つっていい人物なんでね、3番人狼で3番疑ってるし。でも1番が7番に投票を入れなかったっていう、まあ5番に投票入れてるっていう理由に関しては、まあ多分人狼の可能性が1番目線で7番に見えたから、まあ外したっていうのかなと思ってて、まあなんかね、一応まあ3番に投票した理由は、まあ3番を人外だからって思ったっていうのもあるけど、まあ4番7番なんかあんまり、まあ7番絶対釣りたくなかったから、なんかそれ守るためには4番投票したかったんだけど、なんか4番がなんか3番の思考を聞いて、まあ、1番の偽要素拾うの、あ、新要素拾うのはめっちゃ薄いけど、まあ、3番となんかあんまロールローつながらないかなっていうなんか思考推移はしてた。で、まあ、5番が、まあ、一応なんか1番の偽要素をね、まあ、一応なんて言うんだろう、
自分は占いたいっていうところから取っていた人物ではあって、まあ、占い位置と、まあなんかね、保管してるから釣り位置じゃないと思った結果、まあなんか、捨て票して話聞こうかなくらいに思ってて、まあ7番が最後ちょっとどもった形だったので、7番に入れちゃったけど、7番が白だったので、まあその視点詰めっていう意味でも今日は3番釣ってほしいなと思ってますね。はい。一番強靭な相方まだいるかなと思ってます。3番のプレイヤーが発言します。はい、2回目お願いします。じゃあ、2、3のランでいきましょうか。2、3のランでね。うん。まあ、7番が私にしか視点が向いてないっていうのと、2番が4怪しいと思っていながら、3に投票するっていう行動が、人狼を探してるようには見えない。2が3を占うっていうふうに決めていて、3釣れるわけないじゃん。って1の方、白なんだから。で、4、7、9、5、グレーだったわけでしょ。で、そこの精査しないと。3に黒打つ準備してた。人狼を探してない。2が2世だと。だから私は1日目の2周目でそれを言ったわけです。で、まあ2、7が白で落ちて多分7強だと思いますよ。ご主人に対して3に黒打てっていうふうに言ってるんだと思います。だから釣られてもよかったわけですよ。うん。本当の村人だったら、あそこで自分釣りでいい。4残しでいいっていうふうに言わないと思う。うん、7が強靭で、2番がロー。2の相方として、どうかな、2が3に黒打つ準備してて、4が3に対して半分は分かるっていうふうに言う。そこが相方足り得るかって話ですよね。うん、まあ、ということは僕の話は半分は理解してくれてるっていうふうに。5番がどっちに出るか。審議、占いの審議が急に変わって、投票行動も変わったっていうところから、まあ2級のラインが今のところ見えてるかなって思う。うん、そんなところですね。2、3の。4番のプレイヤーが発言します。なるほどね。7番さんのあの、ごめんね。遺言がどこまでふざけてるのか、どこまで本気なのかわかんないけれど、確かに強靭使用してたんだよね、アーワンさんは。だったらどういうことになるのかなってちょっと考えてみて、最初7番さん、6番さんを落ち着くというか、叩いて、1周目は単体精査がどうのって言ってて、ずっと7を釣りたい。6を釣りたいって言ってたっけ？ごめん、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、まあ、本当に強靭だって考えるのはいい。生沼さん、ありがとう。で、俺は勝手に解釈、追加、強靭だと思ってます。そうした場合、今日さすがに占い精査でいかないと、やばいかなっていう。2番さんの言う、一番さんは強靭だと思うって言ったら、じゃあ二浪残ってるってこと？グレーから言ってくれってこと？俺も含めて。ちょっとそれはよくわからないな。まあこれは最終的な決定は6番さんに任せていいんじゃないですか。僕は占いから行くべきだと思います。5番のプレイヤーが発言します。今日は2、3の欄になるので、4番さんが占いから行くんであれば2しかないですけど、と思ってます。伸びないなと思ってます。まあ7番さん、死んだ人間にあまり言及するつもりはないんですけど、結構片白の3を叩いて強い発言してたから、単純に占いが欲しい人物かなと僕は思ったんですよ。はい。俺釣られてもいいけどねって言って、誰かそこに関して急に9にして思ってるから、9の発言を聞いたときに、占い先の発言をすごい気にしてたけど、少なくとも4っていう人物は、1日目の2周目で一番真かなって言ったときに、7番っていう人物は3がずっと黒いって言ってる人物だから、まあ投票先には1は若干7にしては向くのはまだわからんくはない。全然僕は2、4あるかなと思って、7強、4ロー落としたかったんですよ。別に1番さんが真かどうかはわからんですけど、7番が強靭っぽかったから、あの雑な球釣りをしてきてるからですね。はい。で、4ははっきりしねえなと思ってました。はい。だから、占い先に関しては全然悪くはないかなと思ってる。1の5占いにはまあ当然3占うんだろうなと思いました。
た。2の発言を聞いたときに、一番強靭で7の白が見えてるって発言はないかなと思った。強靭だったら別に7の色がわからないんだよねと思ってます。2番3目線1強靭で置く段階でいくと、3黒だからあの段階で9っていう人物は3番3怪しんで若干1に視点を向いてるとすると、2番目線1強靭で置くんだったら3、4、6、6、1強って視点は見えませんか。もう俺なんかとっくに3とかも切れてるんですよ。少なくとも1日目の1周目で2、4、3って上げてるからね。そこに関しては2番3の方が大きいかなって単体では思いました。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。まあ今日は2番3番の欄です。まあ、僕は2が偽だと思ったので、理由としてはまあ2周目ですね。昨日の1番7番の否定までは良かったんですけれども、2番が1番強靭3番狼だった場合に7番は評価値に値するって言ったんですよね。僕はそれは2番が7番のこと白をつけてんじゃないかと思いました。だって1番強靭3番7番の構図で、例えば7番が1番が3白を打ってることから7番が3番を叩き、1番を偽主張することで2番からの占い値に外れるっていう構想まで2番のその主張なら通ると思ってたから、そこまで伸びないと思ったから、なぜ1強3狼まで補足したときに7番の狼が外れるのか、2番の視点が僕はおかしいと思ったから変だなと思ってましたね、ぐらいです。 1,2 の審議に関してはどうだろうね。まあ難しいけれども、いやだから僕2番はほぼ狼だと思ってるんです。まあ2番巨人だった場合って、まあ、釣ったらもう勝ち確なんですけど、僕は2番に投票ですね。村はあの2位で2番3番、3番が黒いと思ったら3番いけばいいと思うし、僕は2番が偽だと思うから2番に行くけど、はい。まあ、だから多分7番がその4番を確陣外置きして、まあ強靭だとも言っていたけれども、確定陣外だ、1番3番が見えるって言った時の4番7番の決戦投票の時に実利を飲む必要はないと思ってるから、もしかしたら4番狼まで危惧しての7番が柱発言にまがいのことをしてる強靭像に移る白結果から、っていうぐらいですかね。以上、全プレイヤーの発言が終了しました。4か。投票が終了しました。読んでよかったんか、これ。うわぁ、これ俺噛まれたら4釣られるやろなぁ。やっぱ4釣っといた方がよかったかな。まあ、4番さんは3番さんに投票入ってる時点で多分人間です。で、まあ、なんか白助っていうのは、要するに狂人が、狼の位置がわからないので、まあ、あの議論で、まあ、7番の9番釣り押しとか1番2番の審議の仕方ってまあ合ってるけど別に違和感はあったと思うんですよね。俺は人間だと思ったけど、まず客観的に見た時に。だから、まあ、1番が人狼だった場合7番白結果でなんか人間本当に知ってるんだったら投票簡単に殺せばいいじゃん。3番人狼合ってるんだから1、3疑ってる7番村人で殺さない意味って何なのって思うから、1番が強靭外す意味って狼じゃないから強靭なんですよ、俺の視点は。なんかそこどの子投げ足取って、まあ、5番が評価できるって言ったけどなんかできないですね。俺は4番のなんか3番外す方の方が狼に足りえないと思うし、まあ、9番が、まあ、3番に向ける人の取り方、占い誘導の仕方の方が、まあ、狼に足りえないと思ったので、俺釣りってねえやろ、まあ、5番は入ってきますね普通に。俺釣りはねえやろ、まあ、でもね9番の投票の方が結論おかしいんかなと思うのでわかんないですけど、9番は、まあ、2番、3番聞いて、2番に視点が寄ったっていうことだよね。まあ、多分、9、3とかなんじゃない ?1 番強靭の9、3人狼、4番、5番村なんじゃない。はい。なんか合ってる気がしますけど。はい、お疲れ様でした。夜が更けました。人狼に占い師の方は、けど、2番が俺の強靭を置くなら負けよ。に釣られた時点。人狼かよ。夜
ユーザーさんありがとう。昨夜は1名の方が亡くなりました。分かったやろ。3番のプレイヤーが発言します。はい、3日目よろしくお願いします。2番が黒ということで、で1番が髪抜かれているというところから、私の黒をまず皆さん否定してください。で4と9に対して、私から聞きたいことを今から言います。4番に対して言いたいこと、聞きたいことは、4番の視点で7番が狂人に見えたんですね。7の白結果が見えたときに7の狂人を追ったんですよね。私は7の狂人を追って、2日目は2級ローローで提出をしました。なら4番さんの視点って私に似てるんじゃないですか。そこで2、3ランになったときになぜ私に入れたのか、ここの理由を説明してほしいと思ってます。9番さんに関しては2番に入れているところは評価するんだけれども、1日目から投票がかなりブレてますよね。最初は7に入れ、次に4に投票を変え、2日目は1が偽だというふうに更新、視点を更新し、最終的に投票1は2になる。どういう感情でこの投票と思考の位置が、変わっていったのかっていうのが、納得できないと、新占いとかにすり寄っていってる構図にもう見えてしまう。だからその4と9のアンサーを考慮しつつ、まあ、あとそのアンサーが終わったら好きなこと言っていただいて構わないんだけれども、そこで怪しいなと思ったところに私は投票したい。うん。また基本的には、2の黒に投票できている9を評価するけれども、まあ、4と9の発言次第でどちらに入れるかは考え。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。まず3番さんが真ということで、失礼。本人外じゃないってことで話しますけど、確かに7番さんのことは僕今日って言いましたよ。その発言から、その言動から。ただ、2番さんが実際狼だったわけじゃないですか。で、2番さんの言ってたことを覚えてます？ 1 番さん今日だから、釣ってくれって。なんで、今日ならいいじゃん。2番さん視点だったら、追加しよう。2番さん真だったら、そこから考えてきゃ絶対に1番さんはボロを出すから、誰かに黒を出さなきゃいけない盤面が必ず来るから、そういうことを言ったつもりなんですけれど、まあ言うまでもなく僕はもう何の役もないスムラなんですけれど、伝わるかな。まあ結局、まあこれ狂人なんなんなんやろうね。ランテージしたいところなんですけれど、9番さんが本当に人外側なのか僕もわからないんですよ。5番のプレイヤーが発言します。4目線9しかないと思いますけど、これちゃんと言いましたよね。あのね、7番狂人、7のね、触れ方がおかしいんですよ。3が黒いって言って、占い不当に下げてるから、単純に占い欲しがってる人物、あのムーブ。まあ、死んだ人間に言及するのは好きじゃないんですけど。で、少なくとも9という人物は、1日目の1周目で6番に対してのファッション的な考察で怪しんでる人物。狼だったらあまり行動しない。まあ、9、狂っていう視点もあるんだけど、昨日の発言聞いた時に9番さんのブレすぎには若干気にはなりました。はい、4の発言を聞いたときに、少なくとも1日目の1周目って7を保護して8番さんに視点を持っていけるんだけど、8は7に対しての指摘は真っ当なんですよね。そこに関して4は単純に7の評価してるのかなと思った。そこに関しては同様に2番もそうなんですよね。はい、で単純に3番さんが単純に黒いっていうから、あの段階7が3黒いっていうか、多分7狂人かなと僕は思ってます。はい、4でいいと思いますよ。はい、まあ9狂人の視点もあるんだけど、3は村でしょうね、この盤面って思います。多分僕は少なくとも1日目の1周目で、あ、2周目で4黒だと思って、7狂人だと思って僕は4投票してます。はい、その視点はぶれません。はい、4いきます。以上。6番
のプレイヤーが発言します。5強っぽいから外したら負けると思ってるんです。で、投票だけで見ちゃダメだと思って、この場面だったらいくらでも切ると思ってるから。まあ、ただ4番、9番だったら4番の方がおかしいかなというふうに思ってます。というかね、おかしいというか、まあ、落ち度を作ってしまってる。4番が村だった場合って、もう今日のランページっていうよりも9番、2番でしかないから。あ、テッピーさんギフトありがとう。まあ、あと2番の昨日の触れ方に、まあ、2番黒だったんだけれども、間違ってなかったなっていう感じですが、あの4番に関して評価できるはずがなくて、4番が3を黒視しない思考がね、狼行動っぽくないっていうふうに4番に精査を2番が入れた場合って、あの2番の思考は初日3番黒だと思っており、投票も3番まで入れてるわけなんだから、なおのこと遺言で1番強陣に追うんだったら3番4番って必然と見えてくるはずなんですね。だから評価狼行動じゃないっていう評価の仕方が変だと思ってるんですよ、じゃないかな。2番手3怪しんでて4番が3を狼位置から外そうとしてるんだから、はいって感じかな。まあ、9番の発言を聞いて決めましょう。標準はあると思うよ、まあ、僕は7割今9、あの4番にいますけど、9番が変だったら9番に行きます。標準だったら3位でそうだけど、ね、はい、そんな感じかな。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず投票ね、初日の投票は8番さんが4番に行ってたから、あの俺は4番さんに合わせただけね。7番4番で俺7番さんに投票したんだけど、決戦だったでしょ。決戦になった時8番さんが4番さんに行ったから、1回目だから4番さんに合わせた。それが4番さん投票の理由で、2日目に関して視点がブレたのって、2番さんっていうのが3番投票だった。2、4だった場合って2番さん、4番さんってかなり釣られるようなあの位置だったから、2番さんが7番さん投票しないとかなり死ぬ考えだったから、あのただ発言聞いてもうそこは変わったっていう感じ、うん、かな。だからそのえ、だってさ、普通にさパッと 見てさ、あのなんか2、4に見えなくない？だって2番さんって3番投票でしょ。で、5番さんっていうのが4番をがっつり釣りをしてるわけでしょ。だから4番さんってかなり死ぬ位置よ。でも2番さんっていうのが3番に投票してて、あんまり4番さんっていうこのラインに見えなかったっていうのがあったから、俺は1さんの方が見えたんですよ。で、5番さんに近いから、俺はっと白く見えたからね。5番さんが5番さんの弾いてて、で、1番さんっていうのが、その7番っていう、7番の方が1番にした3番黒だって言ってたから、1番さんで7番投票の方が合ってるって思うのに、5番さんに投票したのが違和感だから、そこで組み合わさって、2日目の発言はああいう風になったかな。1番にすだっていう主張になったっていうのが俺の考えです。4番さん言ってください。以上で。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了、村人陣営の勝利です。ああ、なんだ今日か。はい、お疲れ様でした。いや、僕も1日目の1周目からもう2、4、3ってもう2路当ててます。いや、3番は怪しくないと思うけどね。まあ、まあ、そっか、言い訳だけ。何回も陣外続くと結構疲れますね、はい、まあでも7強陣合ってましたやっぱりね。いやー、5番さんはねちょっと黒いやっぱり、ね、うん、だってさ2のロー追ってるのはやっぱ7つっとかないと負けるよあれ。まあまあでも単体で3は弱かった、うん、だから5番がローでなんか7の強陣保護したいのか、7番があれミスリードしてるから残したいような見えたね。あ、よかったです。最後僕ちゃんと4ロックしてたんで。いや、多分俺噛まれたら5釣られてると思うけどね。いや、1守りましたよ。あ、1守ってくれた。いや、でも7番さん身を挺してよかったね。いや、あのね、2番初日で終わるとこだったね。あのね、2番さんの狼はすぐ分かったんです。だから俺占いしそうと思って一生懸命頑張りすぎたね、ちょっとね。いや、占いはしないよ、絶対。うん。うん。
占い値は5か9だね。そうね。7番白くなりすぎてたら4番釣られてたもんね。だいたいすり寄るんだよね。すり寄って投票もらわずにもう占い噛んでくるから。4番めっちゃすり寄ってましたよ。まあすり寄ってるけどね。一応。4めっちゃ臭かったですよ。4、4番怪しかった、本当に。けど4がローの時7釣りたくないのよ。7行くって言ってるから。でも4がローの時でも7しか釣れないからね。まあまあ、ね。そうですね。まあ、強人でも釣る、強人っぽくても釣るしかないからですね。人狼だったり、生き残りたいから。あと8番さん、こいつとか言うのやめてもらえますか？ごめんなさい、間違えました。いやーこれも、まあ、サンクロノリうまかったね、7番さんは。あれね、ああいう発言するとね、みんなそういう意識なるんだよ。で、騎士出ちゃうとね、なるから、あれうまいね、狂人としては。わからん、僕3番黒いのってあんまわかんなかった。いや、まず5番が3番怪しんでる時点で、7もああいう誘導したらね、なんか人狼ゲームって、そういう心理働くんだよね。ああ、そうなんだ。僕は2、4、3の怪しい自分で見てたんですよね。よし、次行きましょう。2番さん、かわいそうだった。守りたかったけど、ごめんね、守れなかった。